ピーテル・ブリューゲル、農民の踊り、木に油彩。風俗画は、庶民の普段の生活を描写し日常生活の様々な面を描いた作品のことである。表現は、写実的なものから理想化あるいは想像されたものまで様々である。親しみやすく、感傷的な主題が多いこともあり、ブルジョワ階級や中産階級に昔から人気のあるジャンルだった。 風俗画を表すプティジャンルのプチは、歴史画などの偉大なジャンルのグラウンドに対して付けられたものである。風俗の主題はほぼすべての美術の伝統に見られる。古代エジプトの王募の装飾には、園、レクリエーションや農作業の様子が描かれている。中世の自童書のような祈祷書にも、農民の日常生活が描かれている。 フランドルのルネサンスの画家ピーテル・ブリューゲルは農民やその生活を主題とした多くの絵を描いた。彼の影響で北ヨーロッパでは風俗画が流行するようになる。17世紀にネーデルラントで風俗画を専門とした多くの画家の中にはアドリアン・ファン・オスターで、イサーク・ファン・オスターで、ダビッド・テニエルス、アルベルト・カイプ、ヨハネス・フェルメール、ピーテル・デホーホがいる。 彼らの一般的に小さめの絵は購入者層の中3階級の人々の家に飾るのにふさわしいものであった。イタリアではオランダの画家ピーテル・ファン・ラールが1625年にローマに来たことにより風俗が葉と呼ぶべきものが流星を見る。ラールがいるバンボッチオというあだ名で呼ばれたため彼の追随者はバンボッチャンティと呼ばれた。彼の影響を受けた多くの画家の中にはジャコモチルティ、 アントニオ・チフロンディ、ジュゼッペ・クレスピーがいた。ルイルナンは17世紀フランスで風俗画を手掛けた代表的作家である。フランスでは18世紀、日常生活を描くことへの興味がさらに高まることとなる。もっともその描写には、バトウやジャン・オノレ・フラゴナールの感傷的なものから、ジャン・シメオン・シャルダンの入念な写実主義まで幅があった。イギリスでは、ウィリアム・ホガースが、 庶民についての話を連作で描いた作品に、社会風刺や教訓を盛り込んだ。ウィリアム・フリスは、イギリスの最も有名な風俗画で、同時代の人々からも尊敬を集めていた。イギリスの風俗画家には他にオーガスタス・スエック、ジョージ・エルガー・ヒックス、ウィリアム・ファント、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッキー、デイビッド・ウィルキーがいる。スペインの画家フランシスコ・デゴヤは、風俗画を、 人間の条件の暗い記録手段として利用した。中国では、元代の、東代以降、シオンナズが描かれ、北宋末期には、蝶卓丹が、首都弁慶の死骸風物を、生命上過渡として描き、以後中国の風俗画の課題として受け継がれた。日本では、平安、鎌倉時代に絵館物などの一部に、風俗的な表現が見られるが、 中世以降独立した画題として成立する。落中落外図、遊楽図などが描かれ、近世初期風俗画として流星する。有利に取材する美人風俗画は、江戸時代には浮世絵として発展した。日本の浮世絵には、余暇を楽しむ人や働く人の姿が多く描かれている。特に、これらの作品は18世紀に描かれた。アメリカの本当の意味での最初の風俗画家は、 ドイツ移民のジョン・ルイス・スクリメルである、ウィルキーやホガースから学んだ彼は1812年から1821年のフィラデルフィアの生活のちょっとユーモラスな情景を描いた。19世紀に歴史が宗教画が衰退するにつれ、画家は自分の身の回りの生活に画題を求めるようになった。ギュスターブ・クールベのような写実主義の画家は、それまでは、 重要な主題にしか使われなかったような巨大なカンバスに日常生活を描き常識を覆した。歴史画自体も社会の重大な出来事ばかりでなく歴史時代を舞台として大人物のプライベートな姿や普通の人の日々の生活を描いたりと変化してきていた。続いて印象派やピエール・ボナール、エドワード・ホッパー。 デイビッド・パークといった20世紀美術の芸術家が日常生活を描くようになると風俗画という言葉は現代美術の中では伝統的な写実的なテクニックで描かれた逸話的またはセンチメンタルな作品のことを指すようになったアメリカの画家アーニー・バーンズやノーマン・ロックウェルのようなイラストレーターはより新しいタイプの風俗画の代表といえるかもしれない風俗画には 庶民の日々の生活が映し出されているので、過去の時代を知る貴重な資料となっている。ありがとうございます。